エレン・エイリアンは、ベルリン在住の DJ、音楽プロデューサーである。ダンスミュージックシーンの中で、テクの女番長とも言うべき過去たる地位を築いている。1991年頃から DJ として、ベルリンを拠点に活動を開始。トレズロ、マリア、WMF、E ベルクなどのクラブでレジデントを務め、ヨーロッパ最大の屋内レイブメーデーやドイツの、 歴史的ストリートパレードラブパレードに DJ としてレギュラー参加するなど女性 DJ として注目を集めてきた。2001年に発表したデビューアルバムスタドキンドーを発表。2003年以降から石野卓球が主催するワイヤーに出演。DJ 以外にもアパラットとユニットを組んでアルバムオーケストラ・オブ・バブルズをリリースしている。 また、ファッションデザインなど多様な活動を行っており、2010年8月27日には、青山のライトボックススタジオにて、イフのデザイナーとして、エキビジョン、エレン・アッディン・プレゼンツ・エフェクツを開催した。エレン・アッディン・エレン・エイリアンマイナス -www.higher-frequency.com。2020年4月26日閲覧。 エレンアッディンエレンエイリアンマイナス。www.higher-frequency.com。2020年4月26日閲覧。ありがとうございます。